この憲法解釈の原則に7月1日の解釈変更が適合するかご説明をいただきたいなと。安倍内閣総理大臣。閣議決定の中においてですね、いわゆる昭和47年の憲法解釈の日本政府の憲法解釈について述べたこの閣議決定でございます、47年の解釈でございますが、この中におきましてもですね、基本的な政府、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対して政府から提出された資料、集団的自衛権と憲法との関係に明確に示されているところであると。この基本的な論理は憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない、これが閣議決定の中にも書かれているとおりでございます。小西洋之君。今、安倍総理がおっしゃいましたのは、7月1日の解釈の変更も憲法9条の基本的な論理を維持しているというふうにおっしゃったわけでございます。しかし、それがまるっきり基本的な論理として維持されていないことは、先ほどの国民の皆さんにもご覧いただきました、このフリップが文字通り証明しているわけでございます。平和主義の灰色の部分、下の灰色の部分の平和主義のその法理というものを、解釈にしているものを切り捨てているんです。つまり、基本的な論理を維持したと言いながら、基本的な論理でも何でもないわけでございます。つまり申し上げたいことはおろしていただきましょうか。安倍総理がやったことは、これはもう法令解釈なんかではないわけでございます。何なんでしょうか。日本の法秩序を根底から覆す、クーデターです。機関銃は撃たれていない、戦車は走り回っていない。しかし、日本の最高法規である憲法がその中身から根底から変わってしまって、絶対許されることなかった、そして憲法の平和主義とどう考えても矛盾する、義務教育の子どもたちも説明ができない、その集団的自衛権が解禁されているんです。こんなことを許したら、もう我が国は法治国家として成り立たなくなります。憲法9条すら、こんなに解釈変更ができるんであれば、憲法の他の条文、いつでも時の内閣と多数を持つ国会で解釈の変更ができることになります。こんなことを絶対に許してはいけない。それを防ぐために、われわれは国会議員は死に物狂いで戦いました、それを安倍総理が蹂躙したという、日本の議員内閣制、民主主義を否定したことについて追及をさせていただきます。このフリップをご覧いただけますでしょうか。質問いたします。7月1日の解釈変更の前の、ご覧いただきますが、昨年の6月の11日です。6月11日のこの良識の府の参議院の憲法審査会、憲法問題を扱う憲法審査会において、私は役員責任者ですけれども、自らこの条文を書きました。安倍総理の解釈改憲を国会の力で阻止するための委員会の決議文を成立をさせているわけでございます。恐れ入りますが、自民党や公明党の皆さん、これは容易に賛成していただけないものでございます。しかし、さまざまな政治闘争を駆使させていただきまして、自民党や公明党の皆さんにも賛成いただいて、成立した、まごうことなき国権の最高機関の決議文です。赤い文字をご覧ください。政府にあっては憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案、青い文ですね、について、した中、事前に国会での審議を十分に受けることというふうに書いてあります。憲法解釈の変更の案とは何でしょうか。安倍総理は閣議決定だけで憲法解釈を変えるのは立憲主義の否定ではないかという質問に対して、いやいや、7月1日前に70名の国会議員から質問を通告を受けましたというようなことを言っています。そんなものは、議員内閣制の内閣に対する国会の監督にはならないんです。我々国会は、例えば法案を審議するときは、法律のイメージなんかでは審議しないんです。法律の条文一言一句、すなわち、7月1日に安倍総理が強行したこの閣議決定の案文を事前に国会で審議して、初めて国会の監督が成り立つんです。だから私は、これを書いたのは私です。解釈変更の案、この4月1日の閣議決定の案そのものを国会に出して審議しろというふうに追及、決議文で成立をさせたわけでございます。そして緑色の憲法解釈の原則は、先ほど安倍総理が答えられなかった、国民の皆さんと一緒に検討させていただいた、まさに憲法解釈のルールの適合性でございます。安倍総理に伺います。7月1日の質問させていただきます。7月1日、安倍総理が強行した、まさに強行ですよね、付帯決議を真正面から違反したのは、日本の議会政治、戦後の議会政治で初めてのことでございます。私はまだ霞が関の官僚ですけど、初めてのことです。安倍総理が7月1日に強行した解釈改憲は、議員内閣制を否定し、ひいては我々国民代表の後ろに我々を選んでくださっている主権者国民を否定する、そうした暴挙、蛮行ではないですか、明確に答弁ください。安倍内閣総理大臣。当然付帯決議はですね、尊重させていただいていると思います。小西洋之君。どこが尊重してるんですか。
事前に憲法解釈の変更の案、この閣議決定そのものについて、国会で十分な審議を受けろ、その際には変更の適合性について、解釈の原則の適合性について、ちゃんと審査を受けろと書いているのに、全く反対してるじゃないですか、矛盾してるじゃないですか、もう一回聞きます、議員内閣制を蹂躙し、国民を無視した、主権者国民を無視し、そして主権者国民のものである、日本国憲法を蹂躙したと、正面から認めたらどうですか、どうぞ。安倍内閣総理大臣。蹂躙もいたしておりません。何回も申し上げておりますように、基本的な閣議決定の方向性については、何回もですね、国会でご審議をいただいているわけでございます。そしてそもそも、例えば、長い間確定してきた政府の解釈の47年の見解につきましては、閣議決定そのものをしていないわけでございます。今回は変更の重要性に鑑み、しっかりと閣議決定をしたところでございます。小西洋之君。総理は昭和47年見解と違って、4月1日の解釈変更は閣議決定をしたからいいというふうに言っています。これは安倍総理が議員内閣制の意味、全く分かってないことの証明以外の何もんでもございません。主権者国民との関係で言えば、閣議決定なんかどうでもいいんですよ。閣議決定は行政の中の手続きにしか過ぎないんですよ。主権者国民の関係で一番大切なのは、唯一の国民代表機関である我々国会が、内閣をちゃんと監督できたかどうかなんですよ。内閣を監督するためには、今おっしゃった4月1日のわけのわからないような答弁だけでは監督はできないんです。具体的などういう文言論理に基づいて解釈の変更を変えるのか、この閣議決定の案そのものを国会で審議を受けるというふうに言ってるんです。なぜこんなことが起きているんでしょうか。憲法何もわからない安倍総理と、それを支える外務官僚を中心とした強心的な官僚集団がこういうことをやっているんです。安倍総理にもう一度伺います。議員内閣制を蹂躙して、国民を否定して、憲法を解釈を変更したというふうに認めませんか。やっぱり委員長、指してないです、岡田博史君から、ただいまの小西洋之君の発言中に、不適切な言辞があるとのご指摘がありました。五国理事会において、速記録を調査の上、適当な処置を取ることにいたしますが、小西君、十分その辺のお気をつけてご発言願います。小西洋之君、もう一回、はい、どうぞ。委員長、国民の皆さんを思うことと、日本の法の支配を思うこととのあまり、不適切な発言がありましたんでしたら、それはお詫びを申し上げさせていただきております、いただきたいと思います。しかし、今問われなければいけないのは、安倍総理が犯した暴挙でございます。このことを国会で我々は追及しなければいけない。ゴールデンウィーク明けに安保法制が当たっているそんな問題ではないです。委員長に申し上げます。国権の最高機関の委員会として、この付帯決議の違反についてしっかりと委員会で審議を行うこと、そしてその内容について国民にしっかりと説明をすることをお約束、検討いただきたいと思います。五国理事会において協議いたします。それでは安倍内閣総理大臣。小西、もう少しですね、冷静になって議論した方が私はいいと思いますよ。相手にレッテルを貼ったりとかですね、誹謗中傷をする場所では、ございませんから、お互いにちょっと落ち着いてですね、相手をどんどん指さしたりとか、そういうことをするのはお互いにやめた方がいいと、このように思う次第でございます。その上においてお答えをさせていただきたいと、こう思うわけでございますが、いわば閣議決定は何の意味もないということをおっしゃった、それはそんなことはございません。まさに我々は議員内閣制であります。国民によって選ばれた議員によって構成されている内閣の閣議決定が重たいのは当然のことであろうと、このように思うわけでございます。その上においてしっかりとご審議をいただき、そして我々は政府の責任として閣議決定を行いました。この閣議決定にのっとって我々は今法の整備に向けてですね、議論を重ねているところ、与党において議論を重ねているところでございますが、この安保法制の整備について、与党の協議が成り立った段階においてしっかりと法案を提出をさせていただきたい、そして当然、衆議院参議院においてご議論をいただきたいと、こう思っているところでございます。小西洋之君。先ほど申し上げましたように、閣議決定が一番大切なのではなくて、確かに一番大切な行政内部の手続きですけど、主権者国民との関係で一番大切なのは、唯一の国民代表機関である我々国会が、主権者の国民の持ち物である憲法の解釈の変更、内閣による解釈の変更をちゃんと監督できていたかどうかなんです。監督するための国権の最高機関の決議文を、決議をあなたは完全に無視したんです。
それが問題なんです。国民の皆さんに申し上げたいと思います。もう恐るべきことが今、日本社会の中で進行をしています。それを止めていただけるのは国民の皆さんしかございません。我々民主党も今、安保法制、私もそのメンバーに入っておりますけれども、国民の皆さんと日本の国益を守る安保法制、そして何より日本の憲法をしっかりと守る、そうした安保政策を進めさせていただくことをここに宣言をさせていただきます。最後に一言だけ申し上げさせていただきます。最後、その日米安保、日米安保下ろしてください。最後に重要なことです。大事なことなので、ご説明だけさせていただきますけれども、安倍総理は、これやはり国民を騙していることなんですけれども、集団的自衛権をしないと、日米安保が壊れるというふうに煽り立てています。しかし、日米安保条約第3条において、これは外務省のホームページの解説にも書いていたことでございますけれども、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しなくていいと、実は書いてあるんです。もちろん条約改正されていませんから、この条約は今も生きてございます。こうした問題についてもしっかりとご指摘いただき、安倍政権を打倒することを国民の皆さんにお約束いたしまして、私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。以上で小西洋之君の質疑は終了いたしました。よろしいですか。ちょっと待って、よろしいですか、はい、次に大塚康平君の質疑を行います。大塚康平君、民主党新緑風会の大塚康平でございます。